今日は、整体で改善できる症状についてです、質問いただきました。整体を受けられない人はいますか？持病や症状によっては施術を受けない方がいい人もいるのでしょうか、ということです。これに関してはいろんなその整体師の考え方とかもあると思いますし、経営的に危険が伴う、経営的にっていうのは例えば妊婦さんとかでもし万が一子供ね、に施術をすることによって何か問題が発生したりとか、大きい病気を持っている方が突然体調を崩してしまう可能性があったりとか、もちろん、施術ができないケースっていうのは、例えば急性の脳疾患系の症状が見受けられるとかですね、意識消失してるとか、そういった状況っていうのは、もはや施術どころじゃなくて、まず救急車っていう話になってくるので、それはまあ論外としても、結構経営的に危険を伴うっていうケースに関しては、NG を持っている、治療院とかもあったりすると思います。で、これは経営としては、やらなくちゃいけないことっていうのは、患者さんの目線からしても あるかなっていうふうには思うんですね。理解していただけるかなっていうふうには思うんですよ。ただそういった形で整体が NG というよりはその経営上の判断で NG にしているというふうなケースはあります。で、僕もまず施術をする前に病院でチェックしてもらってくださいっていうケースはそういった意味では持ってます。経営とか、あとはもし万が一起こった時に責任が取れないっていうね、体のことなので、一回そういうふうなね、もし病院に入院するような重篤な状況だったっていう状況下で、施術をしてしまう、っていうか、施術することが悪くなるっていうことじゃないんですけども、その後、施術してもしていなくても、入院しなくちゃいけないっていう状況下の中で、まずやるべきことっていうのは、施術よりも入院とかね、検査をして、本当に今の状況が、施術をしても大丈夫な状態なのか。それは医学的に言ったりとかですね。それは安静が必要とかね。だから、その点滴をする必要があるとか、即手術をした方がいいとかっていうふうな状況っていうのもあったりするわけなので、そういった可能性がある場合は、僕は基本的に病院に混ぜてくださいっていうふうな話をさせてもらっています。で、それがトータル的にね、患者さんの健康だったりとか、生活のプラスになっていくっていうふうな判断をしたときには、そういったアドバイスとか指示をさせてもらっているということですね。それがあった上での話になってくるわけですけども、整体自体が得意とする分野というのは筋骨格系といわれる関節とか筋肉とかですね。で、それが派生していくと頭痛とかも関連してきますけども、肩こり、腰痛、膝の痛みで足首の痛みとか、手首の痛み、そういった筋肉とか骨格、骨とかですねに関連する分野に関しては非常に得意分野です。なので、動画でもね、一回でこう直すっていうチャレンジをしてたりとかもしてるので、一度の施術で本当に何十年も苦労したりとか、どこに行っても治らないっていうのは一発で治るっていうケースも、比較的普通にあります。5人施術すると2人くらいは、だから 40% くらいの確率で結構奇跡的と、一般的には奇跡的と言われるような状況っていうのは、普通に起こり得ます、そのくらいこの歪みとその筋骨格系の問題というのは密接につながってますね。なので奇跡みたいな話っていうのはもう毎日のように体験してる、患者さんがそういうふうに喜んでくれるっていう状況はあるので、そういった筋骨格系に関しては非常に得意分野ですね、整体というふうなものは。ただ難しいのは内臓疾患系、これは整体だけではなくて他の要素というのも多分にこう問題が絡み合っているので、どちらかというと僕は直接的に痛みをね、その症状とか病気を治すというよりはサブの役割にこうスイッチした方が僕はいいかなというふうに思って立ち位置としては作っている感じですね。筋骨格系に関しては主役ですけれども、内臓系とか脳疾患とかね、そういった部分に関しては基本的にはサブの立ち位置で施術をしていくというふうな立ち位置でいます。ただ、これも当然ですけども、内臓のね、科学的な治療をしてます。で、それだけをやってる人と、整体と併用してる人っていうのは、それこそ奇跡的な差が出てきてしまうんですよ。奇跡と言われるくらいの結果の差になってきてしまうんですよね。なので、整体と併用して、その、医療を受けるっていうのも非常に効果が実感できる部分があるかなというふうには思います。なので、経営的な面からした時の、リスク管理とかっていうふうなところも
当然、まあ、ビジネスとしてやってる以上は持たなくちゃいけないというのはご理解いただけるかなというふうに思うんですけども、まあ、そういったところも踏まえて絶対僕らの、ね、領域としてその、社会的な法律的な問題だったりとかも兼ね合わせての踏み込んじゃいけないラインもありつつ範囲内でやる分に関しては全部に対して対応できるとは思っています。ただそれがすごい特化した効果を出すものとサブ的な要素で効果を出すものっていうふうにこう分かれてくるので、うん、その部分は、まあ、分けて考えていく。そうですね、まあ、そういった形で患者さんへのサポートとして施術をしていっているので、うん、まあ、できるかできないかって言ったら全部の症状に対してできます。ただ効果としたら特効性を持っている効果を出す状況と、うん、あとはサポート的な位置で効果を出す症状とっていうふうに分かれてくるので、まあ、そこはその使っているね、施術をしている、まあ、施術者の考え方ともリンクしてくるかなというふうに思うので、まあ、よく相談してもらいながらやってみるといいかなと思いますね。ちょっとね、僕は警鐘を鳴らすのであれば、とりあえず他のものはやめてこれだけやってくださいっていうのは結構危ないので気をつけた方がいいと思いますね。だから薬はダメだ、だから薬やめてこの施術だけ受けなさいとかっていう状況ってあるんですよ、実際ね。これは非常に僕は危険だと思ってます。まあ、そういう人がくれなくてもそう思ってるんでっていうだけなんですけど、僕はそう思ってるので、まあ、病院の先生とかともタッグ組んでね、一緒にこう患者さんに向かっていけるのが一番最高だと思ってるんですけども、まあ、どうしても立場としてね、僕らの方が下になってきてしまうので、なかなかね、そういうふうに僕らと組んでくれるドクターって少なかったりするんですけども、まあ、僕らもドクターと同じレベルでね、医療のこととか先生たちのことを理解していけば、まあ、組んでくれる先生たちも増えてくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、そういった医療と喧嘩するものではなくて医療をパワーアップさせていくとか医療に対してのマイナスを消し込んでいくっていうふうな、効果っていうのはすごく生態を持ってるんですよね。その辺をうまく活用してもらいながら病気とね対峙していってもらうと、まあ、結果としては良くなるんじゃないかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。熊谷さんに聞いてみたいことがあったらコメント欄にコメントお願いします。本日もありがとうございました。